ああ。はい、じゃあそれではやっていきましょうか。はい、やっていきましょう。あのですね、あのなぜここでパートを区切ったかということはですね、まあ何をしてきたかというとですね、少しちょっと情報を仕入れてきました。はい、申し訳ございません、うん、ちょっとクリア後なので許してください。てか多分攻略を見ないと無理だ、わかんねえわ。帰ってくれ。ちょっとここからはやることがある、うん、はい。やることがあります。何をやることかというとですね、とあるポケモンを捕まえなければなりません。あの前回俺が言ってたことが合ってました、うん、オルゴールがないと仲間にならないポケモンがどうやらこのダンジョンに出てくるようです。はい、うん、出てくるらしいです。某メタモン2のメタモンに似たポケモンな。メタモンの兄弟みたいなポケモンがな、ここで出てくるらしいので、はい、じゃあ行きましょうか。ちょっと俺の昔の記憶は合ってたわ。なんかこういうとこだけ覚えてんだよな。こういうとこだけな。一応フロア全体回った方がいい、うん、でプレイングとしてはちょっとフロア全体回ります。あのなんかその見た情報によると、その手の情報によると、なんか最初からフロアにいて自然湧きすることはないらしいんだよ、その伝説の幻のポケモンは。もう絶対に最初のからフロアにいるから、まあなんかある程度探索したらもう次に行っていいっていう、なんか途中から湧いたりとかしないから、その湧き待ちとかしなくていいし、あのモンハウだったら出るらしいんだけど、モンハウ以外とかだと別に出ないらしいから、そうですね、あの特にそういうなんか意図的に残るなんてことはしなくても大丈夫そうです。でこれさ、あの通路でさ俺ダッシュしてるけど途中でカッカッて止まるじゃん、多分ねそこにアイテムがある。で皆さんログを見逃さないようにしててください。あの彼女、彼か彼女か分かんないけど、種だ、まあ種だ、種だだな。そう、もう言っちゃったや。まあ超ポケダを見てる方は分かるかもしれませんが、そう、彼、彼女は、彼はね、そう、あの変身するんですよ。そう、変身するので、あら、ありとあらゆるポケモンに。なのでそのログを見逃さないように、まあ最初から変身してんのかな、分かんない、ちょっとそれに関しては情報がないから分かんないけど、ただ変身があると、あったら絶対すぐ変身すると思うから、多分分かる、うん、いることは、あーでもどうなんだろうね、しないかもしれないから。なんとも会ったことないから分かんねえな、うん、じゃあ行きましょうか。しかもそのポケモンはですね、どうやら一発じゃなんか仲間にならない可能性もあると。その代わり友達、ちょっと待って俺。あのね、友達エリアのなんか最後の島って場所が必要らしいんですよ。そう、彼を仲間にするには俺持ってたかな。これで俺持ってないで99回まで行ったら、まあ、バカげてるぞ本当に。で仲間に空きが必要だから、ちょっと帰ってもらった、さっきの2人には電撃は欲しいな。まあちょっともう続行不可能になったら帰りましょう。さすがにな、ちょっと無理にはいけねえ。連結箱いいや、ちょっと PP 温存で、はい、一応これ寝てるポケモンとか、な、寝てるやつは多分大丈夫だけど、一応ぶん殴るか。最初からエリアにいるやつはもしかしたら、もしかするかもしれ、もしかしたらもしかするかもしれませんよ。はい、なかなかない。じゃあ行きましょうか、もしかしたらもしかするかもしれないので、ね、しっかり倒していきましょう。で逆に言うと、もうこれ元からいないやつら、後から湧いてきただろうぜは本当に絶対にないらしいから、その可能性的には、はい、まあ、大丈夫なんじゃないでしょうか。こいつとかも違うよね。で結構低確率らしい、その出る確率は。まあ、フロア自体そんな広くないからね、いればすぐ見つかると思うんだよ。寝てる、最初から寝てるのは違うかな、さすがに。どうなんだろう、はい、うーん、ちょっとサンドか、ちょっとどんどん粘つきが増えてくる。洗濯玉どっか落ちてねえのかな、いた、ちょ、あのサンド気になる、あのサンド気になりますね。ちゃんと殴る。しっかり見つけ次第殺す。オレンジ、オーレンジどうしようかな、いらねえ、うん、そんな回復必須の敵なんていないでしょ。ほい、ちょ、一応分身しといて。そう、ちょっとボス部屋で使えないから分身玉は、なんか微妙かもしんない。そう、ボス部屋で使えれば結構有用なのかもしれない。あー、危ねえ。世界一持ってかれるとこだった、世界一が。世界一が世界最下位になるとこだった。ほい、いて、ちょっと切り裂くはやっぱ怖いな。ほい、違う、え、通常攻撃、あ、通常攻撃が1だけど入るんだ。でも通常攻撃でよくない、ハリー。てかこれは抜けにんだな、確実に。もしあのポケモンであれば違うな、もっと違う反応を見せるはず。
もっといい声で鳴くはずだ。俺何者なんだ。TP Max あと1個だな多分。ちょっと大切に技使っていこうか。もう正直連結外れてもいいや。てか連結とかもいい今更。レベル上げとか考えずに行きましょう。でまあ結果的に一人で来て正解でしたね。そのまあ仲間に空きがないと捕まえれないらしいんで、まあ大した大きいポケモンじゃないからそんなに2人ぐらいなら平気で仲間になると思うけど。もう1個で。よいしょ。よいしょ。いないね。まあそんな簡単に出てくるもんじゃないのか。行きましょう。もう最初の配置で決まってるらしいんだけどな。3歩くらい歩いたら変身したとかってログが出てくれればいいんだけど、逆に出なかったらいないってことでいいの？うわモンハウかと思った。ただモンハウだったら出るかもしれないらしいんだよ。そう、むしろモンハウが来てくれると嬉しい。敵対した強くないし。連結箱だ。いやむしろもう連結はいらないんだよな。ちょっと PP 大事に使っていきたいから。ユンゲラプーディンかこれ。ユンゲラだよね。あとユンゲラだ。はい、ちょっと怖いな。チューさんちょっと強っ。エネルギー吸収するね。ちょっと一応いるポケモンは全部殴ろう。え、このユンゲラさっきいたっけ。ダメージが固定された。うわ、いて！ちょっと待って、35個って、え、ちょっとユンゲラ重いな。ユンゲラ重いな。ちょっと泥かけ水鉄砲も外れていいや。ほい。よいしょ。強っ。え、ちょっとあんなのに喧嘩売りたくない。あ、部屋ないな、これな。で、あれは湧いた敵だから倒さないと。じゃあ行きましょう。ほい。指定遺跡41回。無駄な戦いは避けたいけどな。変身してるかもしれないからな。ちょっとなんとも。どうだろう。いや、まあ階段は見つけられなくてもいいんだけどな。ダンジョン的にはそんなに広くないから。もう、罠が嫌だね。食べちゃおう。どうせすぐ階段もいいでしょ。罠がやだね。お、PP Max ありがてえ。ちょっと待って、使おう。ついでにお腹も回復と。32やば。ちょっと待って、お腹がやばい。一応倒すか、こいつ。今なんか下がってなかったっけ、能力値。大丈夫か。ほい。大丈夫、いける。よし。ちょっと怖いね、ユンゲラ。え、お前、湧いたやつ。わかんないけど、ちょっといるなら倒すか。あー、まひっちゃった。あー、いや、倒そう。もしかしたら、もしかするかもしれない。もしかしたら、もしかする。危ない危ない。よし、足踏みしたいけど、ちょっとお腹が厳しいから足踏みはしない。で、これ99回ダンジョンだけど、難易度的にはそんなに難しくないんだよ。そう、その、やつを探すっていう使命があるから。使命がある分、簡単ではあるんだけど。ちょっと、やだなぁ、ユンゲラ強い。普通に戦いたくないんだけど、ユンゲラ。針で倒すか。もうほんと、鉄のトゲがもうやられたマジで。立つなぁ。もうこの鉄のトゲ捨てちゃって、新しい鉄のトゲとしてさ、拾えるようにした方がいいのかな、この種。食べよう。もう種どんどん食べてお腹の種、そこで寝るな。ちょ強すぎるこいつ。銀の割りなくなっちゃう。銀のサジが。あと一発は技でいい。ちょっと芯使うのやめようぜ。 HP めっちゃ減るし、減るし HP がめっちゃ減るし。あ、ちょっと鉄の時捨てた方がいい。あー、もうどんどん粘つきが増えてくだけなんだよな。でも83個も捨てられないよ。もったいないよな、83個捨てるって。うわ最悪や。うん、芯ちょっとやめようぜ。はい、じゃ進みましょう。結構狭いね。3部屋しかないんだ、1フロアに。もしかしたら、てかすぐいたらすぐ分かるな、多分。なら銀の針なくなっちゃった。これ欲しい。あ、拾えた。普通に拾えるじゃん。よし、行きましょうか。一応寝てるやつは多分違うんだけどな。寝てるやつは違うと分かっていながら倒さずにはいられない。ほい、なんか来た。サンドか。え、てかテロップ出るからさ、どうなんだろうな。なんか覚えた。守る、いらない。守るはいらない。じゃあ行きましょうか。ちょっとこのパートもしかしたらなんかおまけパートみたいな感じにしてるかも。正直あんまり本編には、まあ、すごい重要な内容なんだけど、すごい長くなるかもしれない、この戦い。そして俺は最後の島を買ってるかどうかもわかんない。確か裏で買ってたような気がするんだけどな。わあやばい、こいつやばい。ちょっと電気タイプと戦いたくないな。しかも倒しきれないし。 HP 高え。お、エレキッドが仲間欲しい。でもいらない、あのポケモンを仲間にするまではいらない。ちょっとなんか余計な仲間いらない。でかかったやだし。目薬のため種飲もう。結構穴あるんだな。ちょっと穴がやだよな。隙だらけ。一応倒すあのユンゲラ。いや大丈夫でしょ、多分違う違う違う。寝てるポケモンは違うってことにしよう。うん、じゃないとちょっと無理だわ。ユンゲラしっかり寝てるし、いつも。ユンゲラしっかりいつも寝てるからな。光の玉使おう。敵の位置もわかるんじゃない？あ、一匹しかいねえや。じゃああれが違ったら違う。広っ、これ。俺もし光の玉使ってなかったらこれ全部歩かされてたの。行こうか。最初に湧いてるやつだけだから。その、もし、もう幻のポケモンである可能性があるの。一本道は。やだねー。でも何もできない。そう、もう選択も欲しいわ。こいつ電気技使ってくるのが本当もうきつい。しかも一撃で倒せないし。ほい、よいしょ。これ地面入ってればな。水ゴロに、水ゴロに。ちょっと地面が入っ、あ、鍵部屋があるけど鍵持ってない。確かね、この中には何入ってんだっけな。通信ケーブルっていうアイテム、なんだっけ。持たせて祠に入ると進化、通信進化で進化するポケモンを進化させるアイテムみたいな、そんなのがあった気がする。まあ、ちょっと僕の仲間にはですね、通信進化で進化するポケモンはいないので、まあ、そんなに大丈夫ではないでしょうか。まあちょっとできれば欲しいけど。確か通信ケーブルってアイテムがあったんです。だから俺の腕力、その10年前にこのポケダンをやった時は俺腕力やったんだけど、そのアイテムが手に入るまでは
いや進化できないみたいな、確かそんな感じだった気がする。ちょっと HP ちょっと減ってから、え、どここれ階段うちないよな多分。で、まあ、ちょっとなるべくお腹あれってことでちょっと50ぐらいまで50ぐらいまで無理しよう、うん、無理して無理して、お、リンゴだ。で、世界一を食べよう最大限までお腹を減らして世界一を食べる。で、リンゴを拾って次へと。いいね、じゃあ行きましょうか。指定遺跡46階、まあ、あと半分あるならいいんじゃない、もしかしてサンド軍団がもうサンド軍団はいいんだな、大した経験値も欲しくないじゃん。避けたりとかしないかな、そんなことねえか。てか鳴き声もう分かってるよねあのポケモンがいるんだよ。寝てたり可愛いからな。俺この前さミュウのもう言っちゃって、もうミュウのさなんだっけ、あのぬいぐるみ取ってきたよミュウのぬいぐるみ取ってきました、あの UFO キャッチャーね。すげえよかった。あーだってスーガスカーフしてるとかなんない、演技キャラ。じゃあこの鍵部屋はさスーガスカーフがあっても入れる、入れないタイプだから、ちょっと一応倒すか。ミュウのね、なんか横たわりマスコットみたいな、横たわりクッションみたいな、すげえ可愛いやつがありますついでになんかリザードンのね、あのリザードンのね着ぐるみじゃねえ、寝袋みたいなのを被ったピカチュウの人形も取ってきたついでにね、増えてるけど違うな、後から増えたポケモン全部違う、だから無視して、ちょっと電光石火してくるかもしれないけど、ほい、行きましょう。指定遺跡47階で、あと寝てるポケモンも多分違うってことでいいんだな。おはじきりも、おい、やない、投げてこないから、まあ、たまに投げてくるけど、複雑だね地形が。探すのが、あ、使おう分身弾はすぐ使おう、まあ、取っといてもあんまりあれだし、ワープの種使う、お腹回復に、変なとこ戻ってきちゃった、結局お腹減らすっていうね逆方向に進んじゃって、いる気配がないな。多分ダンジョン自体は99までそんなに難しくないんだけど、どっかにいないのかな。ミュウ、あー落ちちゃった、まあいいや、多分いないべ、こんだけ半分ぐらい回っていなかったからいないってことであのいるかもしれないってことは、ちょっと精神衛生上良くないから、なんだこれ、イチャもいらない。サンドか、でも変身のテロップが流れると思うんだな、いたら。で別に多分その倍速で動くわけでもないだろうし、倍速で動くからあの見つけられないなんてことも多分ないだろうし、まあ狙うはあとはモンハウかな。かモンハウだったら結構高確率で、高確率っていうか、あのもしあの最初からいない場合でもモンハウがあれば出てくるみたいな、そういうことがあるらしいから、まああとはモンハウ狙いかな。てか見通しレンズもつけてこなかった、なんか見通しメガネだっけあれ。俺なんかカフェオン商店に5000円ぐらい出たんだけどさ、買ったんだよ、そう買ったんですけどスタミナの方がいいかなと思ってスタミナリボンを持ってきちゃった。瞬速の種、一応食うか、まあ、特にいらない、無線ももうないからな多分。こいつは最初いなかったよな勘でな、勘でいるかいないかも。指定遺跡49階、多分変身のテロップが流れなければいないと思うんだよ、いないってことでいいと思うんだよ、ただ調べちゃう、うん、ちょっと罠がやだね、なんか罠見え、罠見えが欲しい、マジで罠がきついな。行きましょうか、どこにいるんだ、てか水だった、これ水の上にいる可能性もあるんじゃないの、まあ、なんかモンハンみたい、倒すかこいつ、どうかけ、いいな、電車、これ何、貫通玉、貫通玉、まあ別に、いや、フラフラ玉、フラフラ玉欲しい、ちょっと一応、うん、これは割とレアだな、リンゴ、あ、リンゴ、いや、まだ食えない、まだ食いたくないな、身代わり、身代わり玉もいいんだよな、ちょっといいアイテムばっかりだな、ワープの種ちょっと食っちゃうか、置いて、ワープ玉いらない、睡眠の種食べよう、うまーい、早っ、残念で目覚ました、で、ワープの種食べよう、ちょっと種でも食べてね、命食いつないでいかなきゃ。ほら今おしゃれな逃げ方だったでしょおしゃれな逃げ方だったよ。これお腹減ってんのかな、水の上って、水上バイク、フラフラの種欲しいな、まあ、いや自分が食べよう、いないね、多分このユンゲラも違うし、ほい、多分寝てるポケモンは違うんだな。バリアードちょっとポケモンの質が変わった、物理弱いんじゃない、物理弱い、物理弱いんですよね、行こうか、うん、いないな、なんか片鱗を見せない、食べよう、モンハウ出ないか、モンハウ、ちょっとなんか、あー落ちちゃったこれだな、ちょっと痛いな、もしかしたら痛かもしれないっていう、このなんか不安な BGM のとこに来ちゃった、いや出るんじゃね、逆に神聖っぽいし、あ、危ねえ、罠起動しそうになってた、見通し眼鏡拾えないかなちょっと現地調達しようぜ、現地調達、オレンの実食べよう、ほい、これでお腹も回復しつつ、そうだな、てかさっきのオレンの実とかも食え、オレンじゃない、モモの実とかも食えばよかった、お腹の足しにはなるんだよな、木の実って、そうだ、ただでさえちょっと飯がないから、こういうので食いつないでいかないと、こういうので食いつないでいかないとやばいですよ、行こうか、結構敵がいるね、ちょっとどうなんだろう、多分99階ダンジョンとしては攻略しやすい方だと思うんだけど、違うんだな、99階踏破することが目的じゃないんだよ今回は、あ、めんどくさい、なんか一発の攻撃当たんなくなっちゃった、はい、しよう、
いないな。そんな簡単に出るもんじゃねえのかな。そう簡単に出るもんじゃねえのかな。見てくれると嬉しいんだけどな。罠定期的にふ、なんかいい位置にあるよな罠が。毎回罠がすげえいい位置にある。攻撃下がってね。大丈夫か。いい位置にあるんだよ毎回。いいダメージだ。いねえかなミュー。出てきてくれ。指定席52回。なかなかいないな。ログにも流れないし、そう簡単に出るもんじゃねえのかな。なんかオルゴール持ってたら仲間にやるらしいんだけどな。まあちょっと気長に、あと半分ぐらいあるし、てかあと半分俺が耐えれるかわかんない。途中でやられちゃうかもね。ちょっとなかなか厳しい。特殊技やめてくれ。あーバリアードめっちゃ欲しい。俺好きなポケモンなんだな。バリア、バリー、バリー欲しいんだけど、ちょっと今回だけはすまねえ。バリー欲しいんだけどな。大丈夫、防御か。キットもエレキットも好きなの。コンセントって名前つけてた俺、エレキットに。正確にはついてた、コンセントって名前が。なんかポケモンコロシアム XD でなんかもらえる。やっぱ XD だっけな、ちょっと違うかもしれない。28メージ、これ悪くないんだけどね。いらない、そういらないというか、今俺ぐちゃぐちゃになってたな。倒さなきゃ、動いてるポケモンは倒さなきゃ。無理だ、必要。あてか防御め、あー死んじゃった。死んじゃった。あー迂闊だった今のは。その自爆するっての分かっ、まあ、PP 回復、 PP もお腹も回復したけど、あでもお腹これあれなんだ、世界一で増えたまんまだ。いいね、それはすごくいい点ですな。レベル上がんねえかな。どっかで戦いの中で強くなろう。うわーこいつ攻撃できない。爆裂の種食べるか。よいしょ、こういう時のな。爆裂の45ダメージってあんま強くないんだからな。指定遺跡53回。見通し眼鏡も、てか次来る時は見通し眼鏡持とう。次で、次のため。でただの種とか食べようぜ。え今食べてもいい。まあいいや、もういい。多分5くらい回復するでしょ。はい、なかなか長いな。てか多分普通に早送りしてる説はある実際。ちょっと早送りしてるかもしれません。多分かなりぐだってるというかね、出てこない普通に。ワープしちゃった。なんか敵いたな。もう罠が多すぎる。もうちょっと他のとこ歩いたらすぐ罠なんだ。アンコール なんかやられた。泥かけか。おい、命中1段階下げた程度じゃ別に外さないんだよ。ドローンの石どうするかな。スーカースカーフ2個ある。交換するか。じゃあ、うん、1個はいいや。じゃあ割といいアイテムだけど、移動しましょう。指定遺跡54回。いねえな。とりあえず倒すしかない。はい、いなーい。どこにいるんじゃ。ミュウはおらんかねー。何、罠壊しも使おう。早急に使おう。罠は壊しといた方がいい。結構リンゴ広い。なんか急にリンゴ出るようになった。ゆっくりしてってことなのかな。ゆっくりしていってねってことなのでしょうかね。いらりだめだねや、まあ、強いんだけど。日上がりだま、別に使わなくても歩けるからな。いらない、俺は別に水の上歩ける。鉄砲撃つ。ちょっと、おーバリバリ仲間になる。でも仲間にしない。一匹くらい仲間いてもいいんだけどね。やっぱりなんだかんだ言って足手まといになっちゃうってのもあるしな。でも実はミュウがすげえなんか体のデカさがでかくて、一匹でも仲間にいると仲間にならないやつかもしれないから。わかんないけど、会ったことないから。階段の弾、ああいらない、このダンジョンに関してはいらない。で階段見つけられなくてもいいもん。じゃあ行きましょうか。長いな、バリバリ。どっかにいないの。ミュー、てか俺のトークが持たねえ。ワイのトークが持たへん。どっかで一回、多分部屋の中だけなんだよな罠壊し玉は。マジ罠だらけなんだけど。あ、泥かけ封印されたし、マジ罠だらけなんだけど。渦潮結構命中率低いんだね。渦潮の命中率が結構低いんですよ。ちょっと見てみよっか。なんか結構外れるんだな。わかんねえ。わかんない。命中率とか書いてなかったこのゲーム。そう、初代ってなんか固有に設定されてるあれがあるのかもしれないけど、明らかじゃないんだな命中率が。連結箱だらけ。罠壊し玉一応使うか。罠なかった。石拾える。もうこれさ、ネバ付きの後から増えてくるシステムやばいよ。本当にやばい。本当にやばいね。見てる。だってもうだって拾った時点でさ、だからダッシュして上に乗らなきゃダメだ。そういうアイテム、今も俺ゴロンの石持ってかれたけどさ、なかなかきついね。渦潮なんかめっちゃ命中率低いんだな。まあ強い、当たったら強いんだけどね。おらん、
ちょっと待って、突進いっぱい使うのやめるべ、危険すぎる。ただでさ、相手からのダメージも食らってるのに。てか、なんか技弱いわ、技当たんないわ、全然、うん、初代は、やっぱり初代技当たりまへんわ、うん、だから、あんまりまあ、普通に試練とか、どっちかっていうとなんかポケダンっていうよりはなんかあれなんだよな、初代って不思議のダンジョンって感じだから、そう、トルネコとかだから外れるのは当たり前みたいな、そんな感じなんだな、かもしれない。はい、いやない、いねえな、どこに出てくるんだろう、どこ、てか普通に多分カットしてると思うんだよな、ただ99回ダンジョンだからな、カットはしてないかもしれない。鼻がかゆい、レベル上がんねえかな、早送りは多分してる、電撃かか覚えないんだな、日上がりだもん。で、各地にアイテム置いといて、その通路とか絶対に通らざるを得ない、この部屋の通路とかにアイテム置いといて、もしかしたら踏んでくれてログに出るかもしれないっていう微粒子レベルの希望があるけど、なんか通らざるを得ない通路みたいな、基本的になんか逃げ回る感じで動いてるんじゃないかなと。嫌な位置にあるよな、罠な嫌な位置にあるよな、地底遺跡57階、水だらけだね。で、ここ地底遺跡ってなんか壁を掘るとアイテムが隠されてるらしいんだけど、あのね、岩砕き持ってるやつがいればなんかひたすらに掘り続けれるんだけど、持ってないって覚えてこいよ、よかったね。そう、壁が掘れるらしいから一撃で倒さないと食われちゃう、これ。あー、もう洗濯が落ちてないかな。リンゴ食べよう、うん、よし、結構まあリンゴは拾えるという感じで。てか、よく見たら俺遠距離技一個もなくない、なんか何の文句も言わずにさやってたけど、ないね、遠距離技が。うわ、この状況厳しいね。この窓1個ぐらい使っちゃうか。そうだね、なんかあんま気にならなかったな、遠距離技ないことは、うん、どうなんだ、マグナゲートで訓練されてたのもあるな、実際実際マグナゲでめっちゃ訓練されてた、うん、もうなんか遠距離はないねみたいなけど、どうなんだろう、あんまり気にならなかったな。超ポケダンからマグナゲートやった時すげえ気になったんだな、なんか、うわ、遠距離技ねえなーみたいな、なんかマグナゲートやったらないの普通みたいになったな、近づき、ああ、これ装備できないもんな。カゴの実食うか一応。マジくっつかずき欲しい。え、ちょっと待って、くっつかずきに装備できないよな、こういう状況で。無理だ。くっつく。いやもう選択だ。ああもう。腹立つ。ちょっとやってくれるじゃねえか。めっちゃ防御特防両下げられるし。いていていて。いらないな、ならなくていいよ。お前じゃないんだ。薬玉欲しいな。俺のみ、いや、リンゴちょっと食いたいと思われる。くつかずきん、つかすか、つかすか、いや、うん、物見の玉使おう。お目に2個ある。モンハウ引かねえかな。なんか普段こんなこと思うことはないけど、モンハウ引いてほしいってのはあるな。やべ、バリアードが通過のスカーフ拾った。まあ、そうだな。やばいことになってる。ちょ、バリアードがやべえことになってる。どうしよう、こいつどうやって倒すよ。ちょ、待って、防御特防下げられてんの。てか、ああ、こういう時にこういう当てれねえのかな。そういうとこだよ、そういうとこ。お前の弱さは、お前の弱さはそういうところだ。ほら、結構攻撃外すんだな。俺がもう、なんか必中スカーフとかないのかな。そんなアイテム見たことないよね。ポケダンにそんなアイテム見たことないよね。必中スカーフみたいな、必中の剣みたいなさ、なんか風来の試練的な、ないよな。結構外れちゃうのが、ちょっと、はぁーって感じ。あー、課長壊れるって感じなんだな。まあ、やば、戦技使ってくるのか、こいつ。てか敵厄介じゃねえ、別に、あの、勝てねえ。おい、バリアード、違うんだ。いなくないか。いるの？ミュウは、あ、これマジカルリーフ使ってくるから違うかもしれない。これミュウいなくね？うん、多分いないよ。どっかいるのかな？びっくり玉。いらない。まあ悪くない玉なんだけど。どうしてもなんか一発こう威力が欲しい技がないな。バリアードに対して。カメ。泥棒。いらないかな。特に持ってるアイテムパクりたいってことはないしな。泥かけ。スピードスター。いねえな。なんか律儀に敵倒しまくってるけどさ、出てこないな。当たんない。攻撃が本当当たんないな。あ、今の何？今ちょっと重くなったのがもしかしたらミュウの片鱗だったってことはないか。いねえ。いなーい。チーゴミ食べよう。うん、まあ、ちょっとお腹回復しつつ。てかお腹あんま減ってないな。ミュウ、あ、サナギはちょっと変わってきたね、ポケモンのあれが。いいよ、岩タイプとかすごいいいよ。うん、餌なこと気ままにな。しかも60回か。もう出ないまま終わるぜ、このまま。
もしあれ出なかったら多分出ませんでしたで、ね、全カットしてるかもしれない。うわっちょっと待って、通貨のスカーフ捨てちゃった悔しいえこういう置き方とかする普通。めっちゃ悔しい。えちょっと待って、えこれ通貨のスカーフだったら取れるじゃんこれ、ヒレマシンマジ。うわあ、そうか、俺なんか鍵部屋しかないと思ってた。なんであのバリアードにぶん投げちゃったマジで拾っとけよかった、大変なことしたな。鍵当ててくれよ。ちょ、身代わり状態になったら技打てるの、打てんじゃん普通に。なんかむしろ俺が身代わりになってた方が強くないの。そういう置き方する、普通通貨スカーフってそんな重要アイテムだったのかよ。なんか全然そんな感じしなかったのに、普通しないよこの水の上さ歩ければどうにかなると思ってた時期が僕にはありました。食べよう、これ通貨スカーフだったりしない、ワープスカーフこわっちゃうんじゃないてか装備できない、そうだ通貨スカーフがあっても装備できない俺あちょっと待って、でもワンチャンあるとしたら、いやこれやばくないワンチャンあるとしたらここでバリアードを仲間にしてリーダー切り替えはできるはずなんだよ欲しいけどね、うん、てかね秘伝マシンがあるとねいけるダンジョンとかがあるんだよな。まあいっかー、ちょっとすげえ欲しいけど、いきましょう。出ない出ない出ないってか無理、ワープスカーフであの1マスを狙うのは無理だ、てか多分飛ばないと思う、うん、でまあバリアド君には帰ってもらおう、ちょっと結構無駄な時間だったかもなまあめっちゃ早い、もう尋常ならざる速度で速くしてるから多分大丈夫、うん、あの尋常じゃない速度で速くしてるから、おい出ないね、なかなか簡単にはいかねえな、おい音ずれしてるかもしれない、なんか大丈夫かな、ちょっと収録の環境が、そしてミュウがいない、もう登っちゃうか、ミュウなんか出てこないもん、敵いないし、てかまず敵がめっちゃ少ない、多分いたとしても1匹くらいしか最初いないんじゃないかな、初期位置サイフォン、徐々に敵の質は変わってきてるんだけどな、ああ嫌な位置に置いてあった、あ銀の針はありがたい、投げあレビ欲しいけど、てか俺覚えれんじゃないこれ、セロでなんか渦潮なんかより良くない、8回しか打てないのか、ちょっとこれは PP 的に厳しいかな、8回が強いんだけど、これ遠距離直線上で打てるから強いんだけど、そっかせっかくのレアマシンも8回しか打てなきゃちょっと実用的ではないかな、こっちからちょっと99回目指してるものだしなやっぱサナギラスだけ回避高いってこいつサナギラスだけ絶対回避高く設定されてる、うん、全然当たんないの攻撃、あいつだけめっちゃ攻撃外す、あ、待った、よかった、ポケモンスイッチかと思った、なんかいろいろと拾ったよ、まあいいや、これ食べよう、はい、バリバリ、俺に捨てられたのがそんなに悔しいか、なら強くなって帰ってこい地底遺跡63がいないの、マジでどっかアップしちゃった、恩返し、あ、いる！いる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 、ちょっと待って、いるいた逃がさねえぞ、え、大丈夫かな、てか仲間になるのかな、俺最後の島買ってんのかな、友達エリアがないと仲間にならないんだけどすげえ気になる、変身してた、でも倒したら仲間になるらしい、オルゴールを持ってる状態で、うん、仲間に空きがあってピピマックス使おう、ちょここで終わらせてくれ俺の冒険、あのでもこれで終わっても穴抜けの弾とかないから別に逃げれられないけど、これじゃない、あこれっぽい、これミュウじゃね、さっき変身してたし、バリアードじゃないんだよ違う、これ普通の純正バリアードだった、これじゃない、じゃあこれミュウじゃない、もしかしてミュウっぽいよな、ドキドキする、めっちゃめっちゃドキドキするあー仲間にならない仲間にならないよなんなんマジで、てかミュウさ、変身するっぽいから、あのちょっと足踏みして何のテロップも流れなかったら次の回行ってもいいわ、うん、なんかこうわざわざ歩く必要はないな、忍びの弾は特に忍びたい場面とかないからいいや、か63回で1回出ましたね、まあなんかかなり低確率らしいので仕方ないってことで、でもミュウはなんか最初からミュウなんだな、とりあえずそのごめん、実はねあの下画面しか映してないんだけど、上画面にはログが残るようにしてあるから、まあこちらにミュウが映りましたらですね、
ミュウを捕捉したらちょっと捕獲しよう。多分歩き回る必要ない、ちょっと足踏みして、うん、あの、だで別のポケモンである可能性も、あの他のポケモンに化けてるんだったら最初から変身してることはないから絶対テロップに出るはず、うん、だからそんなにあの疑心暗鬼になって殴る必要はないな。はい、そう、最初からミュウはミュウ、眠りガス危ねえ、最初からミュウはミュウだ、多分今ので確証が持ってた、ミュウはミュウだ。さあ探していこうか。てかさ、これで俺帰ってさ、あのさ、俺最後の島買ってなかった、すげえ草生えない、マジで草も草のかけらも生えない、マジでなんかこのバリアード弱いな。あ、もしかして砂嵐で体力やられてたのかな。ちょっと歩いて、ちょっと歩いてテロップ出なかったらもう次行っていいよ、うん、ミュウだったら多分すぐ変身するし、見切り鉢巻き欲しいけど、ね、シャーボックか、シャーボック攻撃当たんない、うわ強っ、ちゃんとシャーボックめっちゃ強いやば死ぬ、ちゃんとここで帰りたくない、ってか失敗したくない、ってかこれ負けたらすごいめんどくさいことになるから、ちょっと待って、なんで俺こんなダメージ食らうの、俺の実食べよう、一回全開して無理に戦う必要ないよ無理に戦う必要ない、ミュウは最初からミュウだから、ちょっとで階段の上で少し足踏みするだけでいい、そしたらミュウが勝手に多分変身する、ちょっともうちょい足踏みして、普通に敵が出てくるだけだな、多分すぐ変身するんだよ、だからなんか最初からあれってことは多分ないから、ああ僕だもんね、よし行きましょうか、いないね、ここは階段見つけたら階段の上で足踏みでいいや、なんかわざわざ探索する必要ない、あ来た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 、二人目だ、さあ行きましょうか、捕獲タイムが始まるぜ、えてか俺ほんと、え俺最後の島でも勝ってたような気がするんだよな、だから俺今回こんなに粘ってるんだけど、てか粘るも何も99回まで行かないと俺逃げれないっていうねそう、穴抜け持ってないし、見切り鉢巻き敵にパクられて、めんどくさいな、サイキック光線打ってくるってことはミュウジかじゃないか、ミュウじゃないね、から元気、睡眠の種食べてみるよ、このフロアのどこかにミュウがいる、この中に一人ミュウがいる、じゃあ行きましょうか、てかここで足踏みした方がいい、来たダーテングこれはミュウじゃないえでもさすがに同じフロアにいるポケモンにしか変身できないはずなんだけど、ミュウっぽいな、指を振る、あぶね、でもダメージ的にミュウっぽい、やばいやばいやばい、むちゃくちゃだ、仲間にならない仲間にならない、これ嫌な音のせいだな、多分さっきアーボックに追い詰められてたのは、囲まれた、崩しをご利用し、ちょっとアーボック嫌な音からの、うわやべ、あやべ積んだかもしれない、動けるようになった、もうもう罠が腹立つな、そして敵めっちゃ苦しい、道具使っちゃってもいいわ、これは飛びつき使うか、ちょっと待って、あと1段下げてから飛びつき、逃げよう、なんか無理、こんな能力下げられてんのに無理に戦う必要ない、いやーミュウ仲間なんないな、いやでも最後の島は俺買ってた気がするんだよ、だから持ってるから多分条件を、もうほんとこいつ初手で撃ってくるの腹立つ、めっちゃ、しかもここ、このエリアさ何がやばいってさ、はは負けた、あー悔しい、でもやることは分かった、やることは分かったよ、うん、このダンジョンでやらなきゃいけないことは分かった、うん、108ダメージまあこれバカげてるけど大丈夫、ちょっとアイテムなくしちゃうけど、特にここに来るときに必要だったアイテムとかないから、まあまたアイテム揃え直すか仕方ない、うん、で通過スカーフとかあると、あのもしかしたら途中の秘伝マシンが取れるのと、
あのくっつかずきんが欲しいね。てか洗濯玉を持ってくることと、まあいいわ、ちょっと一回途中で戻りたかったからまあいいわ、最後の島も買ってるかどうか分かんなかったし、うん、くっつか、ね、なんだっけな、通貫スカーフと洗濯玉とあと何必要だっけ、最後の島を買ってるかどうか確認するのと、あと何必要だっけ、ね、まあ、あ、見通しメガネみたいな、そんな感じのやつ、うん、そうそう、あの見通しメガネみたいなやつ、あれ、あれ、あれ欲しいね。ただミュウがいることは分かったから次行くか。ちょっとミュウ仲間して、マジでミュウ仲間したいね。ちょっともう片付けよう。あ、一周騒ぎ、何これ。怪しい森の一周騒ぎで大混乱に陥りました。専門家の間では災害の影響との説が有力視されています。一方チームドガースの特訓のせいとの見方もされていますが、真相は依然謎に包まれています。だからこういうのも来るんだよ。でこれ旗がメタモンなんだよね前回ドクローズみたいな感じだったけど、今回ちょっとメタモンという感じで。マジか。てかね、あれストーリーを進めるためにはねあのミュウを捕まえるか99回踏破するかのどっちかなんだよねゼロポケか。金貯まってたと思うんだけど、最後の島も、あ、買ってなかったわあ、すいません、買ってませんでしたはい、うん、そりゃ仲間にならないはい、そんな感じでちょっと次回は最後の島を買って、ちょ、これ何パートに収めてるか分かんない、多分早送りは絶対してるけど、早送りっていうかカットとか絶対してるけど、うん、まあはい、あの次回はミュウを全力で捕まえに行きましょう、うん、できればデンポケ全部捕まえたいな、うん、やり込みたいけど、やっぱ初代ポケ団ってさ、デンポケを仲間にするのがなんかすごいワクワクした思い出があるから、特にミュウなんてさ、出現条件が一番さ、なんか面白いじゃん、なんかオルゴールを持っててかつ友達エリアを買っててみたいな、で倒した時に低確率で仲間になるみたいな、絶対捕まえたいよねで穴抜けの玉とかも1個持ってきた方がいいね、うん、まあそんくらいかな。はい、じゃあそれではお疲れ様でした。じゃあすいません、次パートでお会いしましょう。バイバイ。ミュウ欲しいマジでオルゴールがないと捕まえられないとか、マジ熱すぎるよこれ。